1978年、それまでヨーロッパの文化であったロードレース世界グランプリに一人のアメリカンがチャレンジを開始した。彼は参戦初シーズンとなる78年にチャンピオンを獲得すると、79年、80年と3年連続してワールドチャンピオンに君臨。彼の名はケニー・ロバーツ。アメリカンレジェンドとして数々の栄光をつかみ、ロードレースに一時代を築いた不正室のライダーである。ロバーツは65年13歳でアマチュアレースをスタート。70年にはAMA 選手権にデビューし、ノービスクラスチャンピオンを獲得。71年からヤマハでレースをするようになり、ジュニアクラスチャンピオンに。73年には史上最年少でアメリカグランドナショナルチャンピオンに輝き、74年にもグランドナショナルを連覇。アメリカで敵なしの快進撃を見せ始めていた。そして78年には世界グランプリに参戦し、500cc と 250cc クラスにダブルエントリー。 500cc の開幕戦こそマシントラブルでリタイアしてしまうが、 250cc クラスではデビューウィンを果たしている。 500cc の方は第3戦オーストリアで初優勝し、この年に計4勝を挙げてチャンピオンを獲得。最強と言われたバリー・シーンを破って79年、80年と合計3連覇を達成してしまうのだ。映像は1979年8月のイギリス GP シルバーストーンで行われた。このレースにはヤマハから故高井育次郎、クリスチャン・サロン、ジョニー・チェコットも YZR500 で参戦。67年以来12年ぶりの GP 復帰となるホンダもこのレースにニューマシーン NR500 を初投入。ロバーツにとっては負けられないレースである。これが NR、片山隆澄とミック・グラントの2台がエントリーしていた。ポールポジションはロバーツ。10秒前のボードを経て押しがけてレースがスタートする。ここでアクシデントが発生。グラントの乗る NR が転倒を喫し炎上してしまうのである。開始直後、トップに立ったのは鈴木のウィルハート。ロバーツはスタートに出遅れ、10番手あたりからの追い上げのレース。ロバーツは序盤に3番手に浮上すると、ハート、シーンに続いてトップグループを形成する。ここでシーンがハートをかわしてトップに浮上。観客はイギリスの英雄シーンとチャンピオンロバーツの戦いに釘付けとなっていく。レースはロバーツとシーンの一騎打ちへ。何度も位置を入れ替えながらトップ争いをする両者はこの接戦のままレース終盤へ。ラストラップになっても2人の戦いは終わらなかった。立ち上がって依然テールトゥーノーズの2人。結局ロバーツが最後までシーンを抑え、わずか0コンマ3秒差で優勝。戦い終わって健闘を称え合う両者。結局このシーズンはロバーツが2年目のタイトルを獲得し、バージニオ・フェラーリがランキング2位、シーンが3位を獲得。チャンピオンのロバーツ以外ランキング10位までが鈴木というケニー対鈴木軍団を色濃くしたシーズンだった。
イギリス GT はロバーツ、シーン、ハートの順。このレースでフェラーリが4位に終わったことで、ロバーツが2年連続タイトルに大きく一歩進んだレースとなった。そしてロバーツは翌80年もタイトルを獲得。前人未到の初参戦から3年連続チャンピオンという偉業を成し遂げたのだ。